どういう不安ありました？ただ、要は、まっちゃんの人生のターニングポイントって僕、釣りだと思ってるわけですから、やっぱり釣りで、まあ、価値観が180度、360度も変わったというね、という感覚を持ってるんですけど、その釣りをやる前の時って不安ってなかったんですか、その時から。はい。で、じゃあ、今日の話題はコロナですね。コロナウイルスかかりました、僕が。その前に、はい、注射、コロナの注射の件ね。はい。消されたな。例のやつですね。例のやつは、消されましたね。なんですけど、新しいチャンネルにこっそりアップしたんですけど、全然再生数がないので、多分、まっちゃんの影響力も大きいんでしょうね。4000人いらっしゃるっていうチャンネル規模のところでアップしてるのと、あと、まあ、タイトルもそうですけど、それなりに突っ込んだタイトルの付け方をつけたんで、うん、まあでも僕のチャンネル登録者数、あれ登録してると外国人ばっかりやから釣りなんやから、そもそも。まあでも外国人でも変わんない、それでもやっぱり、その、外国人でもやっぱり見られて嫌だとか、そういうのもあるので、結構1000人超えてる時点でもう注目するんですよ、YouTube ってやっぱり。で、まあちょっと話、今日いきなりなんですけど、あの注射の件ね、はい、要はコロナの注射の件。はい。2日ぐらいで消されたよな。そうですね。事実上公開で2日で再生数100もいかないで消されましたね。はい、やっぱあれ嫌なんよ、はい。やばい、本当の情報ですね。はい。っていうのね。でね、今日ちょっとその前振り行きましょうか。で、まあ、今、はい、イーロン・マスクさん頑張ってツイッター解体してますけど。まあ、頑張りすぎてるなって感じですよね。で、ツイッターファイルどこまで行ったんかな、暴露系は。第10弾ぐらいまで行ったかな。で、要はコロナと疫病と注射の件は暴露して、はい、もう表に出たっていう感じになって、ね、で、あれね、やっぱりそのツイッターの検閲の体制なんですけども、やっぱりAI、ロボット、ボットっていうか、はい、AI ですね、まあ、アルゴリズムですね。専門用語ですね。使って、その、はい、なんていうかな、こういう、はい、文言っていうんかな、ワード、うん、こういうワードにはもう、検閲するとか、はいはい、もちろんそのロボット使ってやってるんですけど、はい、やっぱ人の手も人海戦術も同時にやってたらしいんだわ。ああ、そうなんですね。そう、結局人の手をも使ってたんですね。まあそうですよね、うん、それが結構な体制っていうかね、人の、うん、人海戦術やってて、じゃあそれどこを本拠地にやってたんかって、フィリピンらしいですよ。え、フィリピンだったんですか。そうなんだ。やっぱり人件費の安いところで、あやってたらしい。面白いな。あ、面白いですね。まあまあ、全部暴露が始まっていって、まあ皆さんが知っていくっていう状態に入りましたと。うん、そういうことだと、なんかイエローマスクさんがやったことっていうのはいいことなのかもしれないですよね。なんかね、ちゃんと情報が出てくるっていうのはどうなんですか。でね、まあ、あれはイーロン・マスクはどうとかこうとかではなくてね、うんうん、結局、まあ、実際問題ね、うん、イーロン・マスクがそんなことやってたら、実際殺されてるわけでね、本当は。うんうん、この世にいないはずですから、うん、まあ、トランプもしかりですよ。うんうん、で、結局、まあ、後ろにやっぱり大きな力が、うんうん、あるはずなんですよ。で、資金的な本もね、うん、実際問題、じゃあ、イーロン・マスクって、まあ、言ったら車屋さんじゃないですか。うん、その辺の車屋さんがですね、いきなり大量の資金でね、ツイッターを買収して、うん、で、暴露始めるって言ったら、普通やったら生きてないですから、もうそもそも。うん、やっぱ後ろには、なんていうかな、軍っていうかな。うん、そういう力、ね、で、資金だ提供してるのもやっぱそこやと思うんですよ。うん、なるほどね。だから、なんていうの、その、もう要はテスラが、うん、株価どこまでいったかな、高い時は。あれ、PR で2000倍ぐらいまで、うん、やったわけよ、株価が。うん、もう株ですからね、これ。はいはい。うん、もう、あの当時からそういうふうに着々とっていうか、まず、オペレーションが進んでたっていうのが。なるほどね、もうね。うん、でここで間違えてあかんのは、その、イーロン・マスクが正義だとか、トランプが正義だとか、バイデンが悪だとか、そっちの方向に偏らないっていうことがものすごくなるんですよ。うん、まあ、昔からそうなんですけど、うん、悪党と正義と右と左、上と下って作って、こう、そういう構造した歴史なんで、うん、皆さんも、あまりにもどちらかにこう、なんていうかな、
あの思考が偏って右とか左とかね、うん、偏って吹き上がらないっていうことがすごく一番大事なの。固定概念って感じですよね。固定の考えを持つなということですよね。基本的に柔軟にどちらの見方も客観的に見ろということですよね。重要っていうか中立っていうかね、事実を見て、うん、まあどういうふうに流れていってんのかっていうか大きな流れ ね、 そこだけを知ってもそうとかいう形で、うん、でも笑って楽しく生きていけると思うんで、まあそんな感じで、ね、はいはいはい。まあでもまあね、そのコロナもまたいろいろ大変ですもんね、やっぱりね。コロナで大変ですよ。あのね、あのでもコロナになっていて分かったんですけど、なんだろうな、まあ思ってるよりやっぱり国は騒ぎすぎてる部分もあるんだよなってのは思いますよ、やっぱりなってみても思ったのは。うんでしょうね。要はただ唯一あるのは、確かにコロナって今まで人間学として、まあなんだろう、人間が生きていく中で薬に頼りすぎちゃってる部分があるじゃないですか。うん、でも今回のコロナって薬が全部効くかっていうとそうじゃないじゃないですか、状況によっては。うん、効く人もいるし効かない人もいるし、軽症だったり重症の人もいるし、人によってさまざまなんで、うん、やっぱりその不安要素っていうのはすごく多いんだろうなっていうのは思いましたね、やってみなってみても感じたのは。うん、だから、なんていうかな、うん、だからまっちゃんにそういうことで問いたいのは、やっぱり人間って不安要素っていうのはどん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 膨れ上がると、やっぱり悪になっていくんだよ、うん、悪っていうか、なんて間違った方向に行くんだよなっていうのはすごく感じますね。うん、まあ、愛ちゃんコロナにかかったということなんで、おめでとうということで、はい、まあ、これが出来上がっていくということです。でね、じゃあそこの話しようか、今日は。でね、この医学的にどうとか、はい、で、その、なんていうのかな、その、はい、アカデミーの世界でどうとか、そういう話じゃなくてね。はい、まずこれコロナってね、そもそも風邪なんですよ、これ、もぞもぞのようにただのね。で、これがじゃあ人為的にね、中国の武漢で、まあ実際問題、要はそういう実験をしてたところがね、武漢、中国の武漢、あとウクライナかな、これもそうなんです。はい、でここで実際人為的に作られてね、はい、中に、漏れて出たとか、はい、巻いたとか、はい、じゃあそうじゃなくて、まあ自然の中から本当にそういう、なんていうかな、疫病が流行ったとか、まあいろいろあるんだけど、人為的だと思うけども、はい、大したことないでしょ、かかってみて。苦しいは苦しいですよ。え、苦しいは苦しい。人によると言われると思います。そこは実際やってみて感じたのは、聞いてる話よりかは軽症の人の話を聞くよりかは苦しいなっていう思います。やっぱりそのインフルより苦しいなって感じは、それも人によると思います。それ僕もかかったけど、やっぱり1週間ぐらい結構苦しいんだ。2年前ぐらいにかかったけど、あ、やっぱりそうですよね。だから結構きつかったね。人によるんだろうなと思いますね。もちろんです、うん、もちろんです。だからそう考えると、なんだろう、本当に薬に頼りしすぎてる自分がいるなって思いましたね。うん、OK。うん、でね、これね、まあ、コロナに限らずそうなんですけど、はいはい、ちっちゃいものを大きく見せるんですよ。ああ、ね、なるほどな。なるほどね。まあ、言い方悪いけど、大したことないことを、わーわーわー騒ぐわけですよ。右や左や、あっちゃこっちゃ言って。そう。まあ、その方がね、うまくいく場合もありますもんね。いや、まあまあ、うまくかどうか分からない。まあ、それが彼らの仕事なんでね、メディアっていうのはそもそもね。要は、うん。要は、どっちの普通のことを報道しないんですよ。普通っていうか、その辺で、何かな、ああ、こういう普通に生活してて、こういうふうになって楽しかったですって、やったって面白くないんで、で、やっぱ恐怖を煽ったりとか、そっちの方に、やっぱどうしても行きがちなんですね。これ視聴、話題ですよね。うん、視聴率稼ぐっていうこともあったりね、あるいはその、なんていうかな、大きなやっぱり流れの中で、うん、情報って統制されてるんで、こう言えっていうふうに言われてますからね、言えというより、言わないようにするのはこれですよっていうのがあると思うんですよ。うん、これ言わないことっていうのってあるんですよね。うん、で、まあ、実際問題、言わないことの中に真実がほとんどはあんねんけど、言ってることを見てても何も分かんないんですよ。
何を言ってないかっていうのをアメリカとロシアとあっちゃこっちゃのニュースをこう 見比べて並べるとものすごく分かるんですよ。言ってないことっていうのがすごい浮かび上がってくるんで、定点観測してるとね。でまあそれはこっちを置いといて、でまあね、この要はそのなんていうのかな、あのコロナっていうのは一つのね、その今回の疫病がどうたらどうとかこうとかそういうだけの話じゃなしに、金融もそうですし、でまあ戦争なんかも一緒なんですよ、同じなんですよ。でまあメディアとかテレビとか新聞含めてね、それが騒ぎ出して右向けたら、みんなが右向いて動くから大変なことに世の中になると。これまあ昔の大東亜戦争のね、あの大東亜、ごめん、大本営発表と一緒ですよ。はい、もう実際は負けてボロボロのズタボロの状態なのに、またいけるまたいける勝ってる勝ってるってみんな信じていくわけですよ。はい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 、いいか悪いか別よ。うん、こういうのってやっぱ大衆洗脳なんですね。まあ、洗脳されてますね。で、まあ、でまあコロナはコロナでまあこれで終わりで、まあそれはそれでいいんですけど、その次の注射よな。うん、なるほど。うん、予防注射の件ね。ああ、まあ、あれはまあちょっとこれから大きな問題にはなっていくんやろうけど、ものすごく大きなことにはなるんやろうけども、まあ結局そのなんていうの、その大したことでもないものに対して、なんかわけのわからん注射が体の中に体内に入っていくわけじゃないですか。やっぱりね、世の中なんだろうな、やっぱりそのお金だったりとか、その世の中のなんだろうな、やっぱり稼いでる人は稼いでるから、そこ部分もあるんだろうなって思いますけどね、やっぱりね。まあそういう、うん、まあまあそのなんていうかな、一部分だけを切り取ってね、うん、話していくと、まあその製薬会社が利益上げたりで、見事に乗っ取ってその利権構造でこうやってやっていくとか、ああじゃこうじゃ風だとかいっぱいねんけど、うん、まあそんなこと言っても仕方ないんで、はい、我々としてやっぱり考えなあかんことはね、なんていうのかな、そのやっぱり自分で考えるっていうことですよ。はいはいはい、はい、自分で考え、ね、ある意味自分できちっとこう情報を精査して、はいはいはい、である程度勉強して事実を知って、はいはいはい、で最終的にはやっぱ直感力なんですね。はいはいはい、はい、これが右なのか左なのかどっちが正しいのかっていうことをやっぱ最終的には直感で判断して、で自分で選んでのを問われてる時代なんですよ。だから、そうですね、だから要は、国を超えたね、国家を超えたその力っていうんかな、うん、そういう力が現実にはあるんよ。現実にはあるんだけど、それがどうだこうだ言うても仕方ないんで、ディープステートがどうとか、うん、なくて、うん、な、これやっぱね、天が言ってるんですよ。天が言ってますか。もう考えろと、自分たちきちっと自分で、うん、ということなんですよ。でね、これね、今直感の話したんですけど、なんで大事かっていうとね、これまあ今回のそのコロナと注射の件でお話したんですけども、例えば地震よ、うん、津波とかね、うん、大地震とか大津波が来た時にね、うんうん、みんなが右行ったら右行くんですかっていう話になるんですよ。いや確かにね、もしかすると右に行ったら津波されちゃう可能性ってありますもんね。巻き込まれてしまう可能性ってあるわけです。東日本大震災の時もあったんですけども、うん、この要は学校で、津波が来たと。で、これは、先生がな生徒を並ばせてね、みんな並びなさいと。で、みんなで一緒に逃げるんで、みんなで並んで一緒に逃げる。これ逃げ遅れるわけよ、そんなことやってたら。うん、実際問題、点呼取ってね、一人ずつみんないますかと。で、点呼取って、じゃあみんなで、高い台へ逃げないで、こういう、なんていうのかな、うん、こっちの、まあ、なんていうかな、ここ安全ですよって、みんなでそっち行ったら、うん、みんなが死んじゃうわけじゃないですか。うん、だからそういう時って、直感でも一人一人がね、まあ、前回の話じゃないですけど、10人おれば10人が直感で、点でバラバラ、じっちりバラバラで逃げないと、うん、大変なことになるわけですよ、これ。生き残らないですし、逆に人が多いからこそ、巻き込まれた時の事故率も上がりますもんね。それが例えば、うん、仮に一人だとしたら助かる可能性は上がったのかもしれないけど、それが 2,3 人いるだけでもなる場合もありますし、うん、まあ、どっちでも転ぶじゃないですか。やっぱり結局はやっぱり自分の判断で、周りじゃなくて自分が決めるべきなんだろうなと思いますね、やっぱりね。そうなんですよ、うん、でね、まあ今日のコロナの話っていうことでテーマで愛ちゃん持ってこられたんですけど、結局全部上がるのは同じところなんですね、うん、で、うん、同じですよ。うん、で、ね、
なんていうのかな、例えばね、これも天が言ってるんですけどね、要は私たちって、生物、生き物ですよ。生き物としての、要は直感的な、目に見えないところですよ。ここをね、使い切れてないんですよ、全く。ああ、そうですよね。部分はあるんですよ、そこを、押し込まれてるっていうところ。何なんでしょうね。要は、棚がなんだろうな。答えを他人に渡しちゃうことが多くないですか？いろんな普通の人っていうと失礼かもしれないですけど、周りの人を見てると、なんだろう、自分で答えを持ってるはずなんだけど、それを他人のせいにしちゃうというか、判断を他人に委ねてしまうとかっていうことが多いじゃないですか。なんでそれ多いんですかね？今、だからこれが今言ったのも、じゃね、このコロナの注射もいい例じゃないですか。まあまあそうでしょうね。だ他人から、油断。国が言うからやります。テレビでやってるからやります。これね、ひどい目に遭うんですよ、やっぱり。でね、元へ話戻すと、地震とかね、津波とかが起きる前って、鳥でさえ逃げるんですよ。動物ですね、一斉に逃げるんですよ、それを察知して。で、人間も当然それを持ってるんですよ、そういう能力は、当然ね。でもそこ、なんかおかしいなってことね。あるんですよ、絶対に。でもそこを何かなんていうかな、社会的とか、そういう中の構造の中の方式とか、なんていうかな、こういう国を信じるのは当たり前とか。私は正しいこと言ってるんだろうとか、それなんていうのかな、勝手にそう思い込んでるものっていうのがあって、これがひっくり返ってるっていうか、浮かび上がってきて、なんていうの、その人々の考え方とか、そういうものが今変わっていってるっていう。ああ、まあそうでしょうね。確かに。やっぱり最終的には、もうまっちゃんがおっしゃってるように、自分で決めろと。自そうなん分です。の人生だから自分で決めろと。他人に依存しないで自分が答えを持てと、直感で生きろっていうことだよね。要はそうね。なんです。ね。そういうことですよで、ね。なぜさらにこれがもっと加速しますからね、これが。なんで加速するんですか？逆にそこが分かんないです。じゃあ、こういう感じよ。例えばね、今言ってたような話の人たちが、ちょっと生きにくいっていうか、やりにくくなってくるっていうのは想像できるよね。もう自分の、その前にね、もっとわかりやすく言うと、今まではどっちかというと、その何かを頼って、何でもいいんですよ。国でもいいし、何でもいい、ないですよ。何かに、会社でもいいです。何かに頼って、何かを信じて生きてきたわけ。宗教も同じよ。いいですかね。これがもう終わりで、これからは、何て言うかな、信じるというより、私は理解してますとか、私は知ってますとか、そういう世界なんですよ。どちらかというと、もっと深いところですよ。なんか幻想みたいなものを信じるんじゃなくて、世の中の構造とか仕組みとか、なんていうかな、直感的な部分も理解してますと。目に見えないところまで踏み込んで、なんとなくは理解してるという世界に変わるとしましょうよ。じゃあ、その中でまた自分たちが新しい世界でね、これから新しい時代で、一からリセットして自分たちで地域社会とかね、自分たちの会社組織とかそういうのを作っていった時にね、さっき愛ちゃんが言ってたような、何かにすがってます、何かを信じてすがっていますっていう人と一緒にやっていきたいですかっていう話になるんでやっすてよ。きたくないですね。ものすごくもっと噛み砕くと、ぶら下がられるのが嫌ですみたいな。嫌だね。だから、同じ組織とかグループの中でも一人一人が自立してないとダメっていうことなんですよ。だから自立しないと判断鈍るじゃないですか。やっだからぱり。もう、私にすがってこないでよってなるじゃないですか。なる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 、100%になりますね。だって、それはだって、とりあえず、がられて敵に負えないし、みたいなね。そうでしょ？これが今始まってるのが、目に見えて今こう起きてることっていうのは、国レベルとか、世界レベル、地球レベルでそれがや、
ああ、なるほどね。まあ、そういうことね。はいはいはい。自立しなさいという話なんですよ。それもこそね、前言ってた、まっちゃんが言ってた、何なんでしょうね、その、一人情報発信ができる時代だったりとか、いくらでも物を発信できたりとか、伝えることができるようなものが、もう環境が全部整ってるわけじゃないですか。で、この環境が整ってる状態で、じゃあその、なんだろうな、周りに合わせないといけないとか、なんだろう、周り右じゃないですけど、集合団体のっていうような感覚っていうのは、いらないですよね、やっぱり。というよりはね、今言ってたように、その要はこの通信のインフラがもう完全に整ってるわけです、はいはいはい。で、すごいこれからの時代っていうのは、ロボット、ロボット的なもの、AI 的なものってもっともっと発展するんですよ。さらに加速する。自動的にね。はいはいはい。いいですかね。ということは、従来のホワイトカラーって言われてた仕事ですよ。事務仕事であったりとか。はいはいはい。まあまあまあ、そうですよね。安泰の仕事ですわな。はい。今までそう言われてた仕事って、はい、ほぼほぼなくなるって理解できるでしょ。もうなくなり、いや、100%理解できますよ。だって、いや、そんなのロボットにだって人工的な知能を与えちゃえばそれができる話なんで。できるでしょ、うん、できますね。地球規模の話ですよ、はい。じゃあそういうホワイトカラーの仕事ってほぼほぼもう必要ないですねって、うん、もうおそらく私が考える2030アジェンダ2030、この辺ではもうほぼほぼ一定程度落ち着いてると思うんですよ。もう形が出来上がってると思うんですよ、うん、多分この10年間でも形が完成しちゃうと思いますよね。本当に。そうでしょう、うん、今2022でしょう。うん、28があるわけですね。そうそう、今もうある程度は形、体系化はできるんじゃないですか。だって、もう、今ですら、ある程度、その AI で電話とか全部やってくれるじゃないですか。うん、でも、この間全然関係ないですけど、びっくりしたのは、まあ、コロナの方でなって、そのコロナ関係のところに電話しようとして、電話したんですけど、全部内部は AI で、その、番号とかどんどん行ってみて、最終的にそのオペレーターにつなげるときに情報がもう行ってるって状態になってますからね、うん。本当にみんな AI っていう技術だったりとか、人工知能というか、判断して選択肢を与えてやるっていうものになっていくんだろうなと思いますね。うん。ってなったときに、うん、自立してないと。で、判断できないですね。いや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 、じゃなくて、その要はロボット的な考え方とか、うん、ロボット的な思考ですわね。要はもう分かりやすい非人間的な思考、いるでしょ、非人間的な思考とか、うん、それではこっから先はちょっと難しいんじゃないのっていうことが今起こってるってことなんですよ。ああ、それは生きていけないですね。うん、無理ですね。うん、分かります？分かりますよ、分かります。言ってることは分かります。まあ、正直言葉は悪いと生きていけないと思いますね。まあまあっていうより、そのもっと人間はもっと違う方向なんですよ。だからロボットにできないことやらないといけないんで、うん、そもそも本来の、なんだろう、いい意味でもそうなんですけど、本来人間が持ってるポテンシャルっていうのは、なんだろう、人工知能があるわけじゃないですか。自分たち持ってる独自的な思考だったりとか考え方があるわけじゃないですか。人間の可能性的に言うとね。で、それが、なんだろうな、生かしきれてないよねっていうのは本音はありますよね。そうなんですよ。うん。うん。まあ、ある程度の一定のね、例えば、まっちゃんとかもそうですけど、まっちゃんなんて何度も信じかけてるから、それを領域に行っちゃってますけど、まあ、まあまあ、なかなかね、なかなかその領域にね、行ける人は、ってないですけど、領域とか領域じゃないとかそういう話じゃないんですよ。だから、非人間的なものから人間的なものに変わっていってるんです。で、そういう時代になるんですよ。もう変わってきてる。どう変わってんだろうな、その。いや、だからそこで、非人間的なものってロボット AI がやりますから、もう、そもそも。なるほどね。うん。じゃあ、人間的なものって、じゃあどういうことなんよって言われると、例えばね、その何かをやるとき、組織の中で何かやるとか、新しいことを何か始めるときに、理屈とかルールとか、そういう常識的とか、そういう概念で集まって、まあ、お金もそうですよ、その軸にして集まってても何も進まないって感じです。あ、はいはいはい、じゃあ何が一番大事なことになってくるのかって言ったら、情とかね、
ジョ、あ、ジョ、まあ、ジョ。言い方しますけど。ジョですか。え、やっぱりそこジョ、ジョってこの人間の感情論の話になってくるじゃないですか。そこですか。ジョですよ、やっぱり。あ、やっぱジョなんだ。へぇ、今思い浮かべていくよ。はい、どうぞ。例えば、平時っていうかね、そんなに何かとんでもないことが起こってない時には、はいはい、まあまあ、まったりだらだら機能するわけです、組織ってね。はいはいはい、まあ、自分の、例えば愛ちゃんが5人、10人で会社やってたとしましょうやん、はいはいはい。でも、うん、もう何かがあって潰れかけるとか、はいはいはい、ね、もう、はいはい、あるいはとんでもないことが起きたと。はいはいはい、もうこれはもうどうにもこうにもならんってなった時って、はいはい、その本性が見えるって聞いたことある？あります、あります、あります。逃げ出す人と、わかるわかるわかる、うんうん、わかるわかる。本当に困った時、うんうん、私が本当に困った時に寄り添ってくれたり助けてくれる人って出てくるんですよ、はいはいはい、そういうのも逃げ出す人も出てくるわけね。 できますね。いい時は来るのに、あの悪い時になるとすぐ離れてくる逆もありますからね。悪い時ほど助けてくれる人もいますからね。これって何やと思います？うん、ああ、確かに情という感情、感情、感情だよね。やっぱり情だよね。まあ情、それが情っておかしいんだな。利害損得じゃないわけでしょう。うん、違う。感情論ですね。感情ですね。まあ、利害損得じゃなしに、その人とか、その組織とかを、うん、その条件なしに守りたいっていうことでしょ。それは愛情ですよね、僕から見るとなと。乗り切りたいってことでしょ。うん、そうそう、愛情かな。うん、だからそういうつながりじゃないと、強い組織ってできないんですよ。うん、まあ、最終的にやっぱりそのなんか家族系とか言いたくはないんですけど、やっぱり愛情だったりとか、そのなんだろうな、うん、結局なんだろう、守るというか、守りたい、無条件に守りたいとかっていう心じゃないですか、うん、やっぱりその人もそうですし、うん、僕もお世話になって経営者の方々が多いですけど、やっぱりね、その人たちが大変になった時だったら、自分、今の自分だったらなんか手伝えることは手伝いたいなと思いますし、みたいな、そういうことだとは思うんですよね、やっぱりね。それが国単位であっても同じでね、国やったらまあ歴史を愛してたりとかですね、うん、そういうことにつながっていくんですよね、うん、だからこれまあ今乱世なんですよ戦いの時代ね、はいはい、システムの移行期なんですね、乱世っていうのは、古いシステムから新しいシステムの時代がこう変わる時の移行期なんですよ、はい、そういう時って一回古いものを完全に潰してしまわないと新しくならないんですよね。古い体制のままこう継ぎはぎやった、まあ、まあまあそうですね、無理ですね。だって一回抹消させないといけないからね、うん、その今抹消っていうか、まあ崩壊というか、そのなんていうかな、シャットダウンしてる、うん、まあまあまあ残る人は残ってもらうしかないですよね、やっぱりそういうのはね、はいはいはい、でそのやはりそういうこうなんていうかな、はい、使えるものとか頼るものとか信じてたものが、はい、こうガラガラガラガシャーンと崩れた時って、はいはいはい、やっぱりね、その情とか、はい、絆みたいなもんになるんですよ。なりますね。それは分かるかもしれない。本当に。最後は、その力、ね、それでしか、その力でしかもうね、前に進まないんですよ、次は。進まないですね。うん。うん、そういうことなんですよ。結局心ですからね。だから AI とかに心はないですからね。そういう意味だとね。そういうことよ。AI は心がないから、心がないものに関して何も共感も生まないし、何も頑張る、火事場のバカ力っていう言葉もおかしい話ですけどね、例えばね。でもそれすら出ないじゃないですか、結局。でも人間って、やっぱりどんな人でも、なんだろう。意外と急成長するときってあるじゃないですか、やっぱり。ゼロから100に上がるときに急に、なんでこいついきなりこう上がってくるのっていう人いますよね。あれってやっぱり心であるその問題も大きいんだろうなってすごく思いますよね。うん。うん、そうなんですよ。うん、だから普段全く使えてない力がみんなあるんですよ。はい、ありますね。おそらく私たちって。はい、潜在能力の多分100分の1も使ってないと思うんですよ。いや、使ってないですし、使おうともしてないと思いますよ。現代人はね。そもそも、それを持ってる、全員持ってんだけど、その使い方すら知らないんですよ。うん、で、それを見つけようとすることもしないんですよ。だってめんどくさいから、楽したいから。で、それ見つけるのって、まあ、まっちゃんすごい経験してるじゃないですか。結構大変だったですから、やっぱりそれを手に入れるのって。どうです？簡単でした。いや、だから
行き詰まるとこまでやらないとな、みんなな。やっぱりそこですよね。結局、そういうことですよね。うん、結局そう、要は、前も話したと思うんですけど、行動しないと意味はないじゃないですか。だから、ね、うんうん、だから自分が会社作ってね、2回、3回潰してる人って、こういうこと、特によくわかるんですよ。いや、ですよね。うん、理由もわかるし、はい、じゃあ、あの時、なんていうかな、うん、従業スタッフとかね、の関わり合いがこう悪かったなと、だからこう内部崩壊して潰れたんだとか、そうだったんだ、ね。こんなの改心して、いや、これはもう、そうなんないと、はたくくるわけですよ。っていうのは、その小手先だけではいかんともしがたいっていうのが分かるわけ、人と人とのつながり。やっぱり経験しないといけないし、うん、やんないといけないし、うん。だから言ってることに力が出るんですよね。うん、だからその、うん、やっぱりね、経営者であろうが社員であろうがね、やっぱり経営者の方ほど裸になってね、もうその姿を見せないと納得してくれないわけよ。それは分かります。それはすごく分かりますよ。いいも悪いもん。そう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 。だからもうすべてをこうさらけ出すと何も怖いもんなくなるんで、前に進んでいけるわけですよ。でもなんかいい意味でなんか経営者って頭良くてもバカでいろっていうのはすごくその通りだなと思ってて、なんかいろんな経営者って、うん、頭なんか良くないですよ。いやいや、なんだろうな、経営者ってみんな、まあ一部は除いて頭は悪いとは思ってるんですけど、ただある程度その頭が悪い分挑戦力が半端ないじゃないですか、みんな全員だって。そうしないとだって会社なんて変わっていかないじゃないですか、全然全然、うんうんうん、でもそうそうそう、だから結局のところやっぱりなんていうのかな、あえてそのみんなに助けてもらわないといけないから本当にうん、っていうことだなと思いますよ。濁しますけど、本当に。そういうことです。だからね、うん、一番大事、これからのテーマっていうかね、もう今までもそうやったけど、もっと際立ってくる大事なテーマって、はい、助けてもらえる力って。そう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 、だから要は、手を伸ばしてもらう力ですよね。そう、だから、僕らも困ったら誰かの家行ってご飯食べたらええし、寝てもええからみたいな。なんかあった時に手を伸ばしてもらう、なんかあった時に助けてもらう。で、それの循環だと思うんですよね。そうそうそう。結局、その、みんな、なんだろう、自分の個性先でやろうとするんですけど、いやいやいや、もう回ってるわけだから、その回ってるものにうまく循環して、その回る、なんだろう、回転率を上げて拡大していけっていうことだと僕思ってるんですよね、よく。なんですけど、まあ、拡大もせんでええけど、まあ、なんていうのかな、なんていうのかな、その、もう目の前だけ見てもダメなんで、やっぱり。無理だね。うん、目の前とか、事柄とかね、ものとか、そこ見てももう何も始まらないんで。だから前回も言ったけど、やっぱ輝きっていうかな、うん、みんな、前回の話じゃないけど、100人おれば100人違うんで、皆さんがそれぞれの輝きはあるんで、うん、それをどれだけこう生かすかっていうかな、ね、今やってること、目の前にやってることに、どれだけそれを生かせるかっていうか、そうすると、なんていうのかな、過去があって、未来があって、どうやこうじゃなくて、はい、で、そういう連続性じゃなくて、はい、今は今だけなんですよ、もう。でも本当にこの話いい話ですよね、本当にね。今から意外とみんな、なんていうかな、過去から未来へこう一直線で続いてますっていう感じで思ってるんですけど、うん、意外とそうじゃなくて、うん、もう今は今なんですよ、うんうんうん、で次はまた次なんですよ。だから全然違うんですよね。そうだったらもっと自分をこうなんていうかな、脱ぐっていうかな、裸になって、うんうんうん、裸になって自分の本性をさらけ出してさらけ出して確かにね、出してできないことは頼むし、確かに、あと人を信じるですよね。でちょっとわがまま気味で、はいはいはい、分かる、自分も都合の良いように解釈して楽しく生きていくと。まっちゃんはその通りですね。その通り。だから最初にまっちゃんに会った時なんて、そのね、奥様と自分の時に会った時にびっくりしましたからね。いきなり裸でしたからね。
本当に裸で怒られた時は裸で登場してますから、もうびっくりしましたから、これ何者だよと思ったんですけど、俺夏場は車運転するときは上半身裸だからよく見られるの、あの時びっくりしましたからね。だから普通の人はねあれでね拒否るんですけど、僕も普通に笑っちゃいましたからね。新大阪駅とか裸で歩くから俺。いやだからもうね、まあだからこれをされちゃうんですよたまに。まあそれはこっち置いといてね、本当にね、暇なんですよ、はい、でね、そこをこうなんとか、なんていうのかな、本当事柄とか物とかにこだわらずね、やっぱり、自分が輝くっていう言い方おかしいですけど、楽しくしてれば周りも勝手に楽しくなるんで、で多少ね嫌なこと言ったってね、嫌なふうに聞こえないんですよね、で、まあ、あの人はああいう人ですねみたいな。そうだ、だから結局なんかなんだろう、みんなやることって変わんないじゃないですか、結局最終的には、最終的には変わんないんですけど、そこにちゃんと自分の証言ができてるかってことが重要だなったとか思うんですよね。だな、まあだからあとは本当都合のいい解釈していくっていうことですよ。そうだよね、と、本当に、自分が楽しくないとね何も楽しくないんで、いや全てが、ね、だからでも、そうだね、コロナの話じゃないけど全然話違う方向行ってる、また全然違う方向行ってんねんけど、まあまあまあ、でもコロナも同じじゃないですか、そういう意味だと。同じよ、全く同じだと思いますよ。結局究極論、コロナだろうが何だろうと、全部ね原理原則が同じだと思う、やっぱり解釈なんですよ。そう、今日ちょっとわけのわからない話になってるけど、例えばね、何事もそうですよ、ウクライナの戦争もそうですけど、どう解釈するかだけの話なんですよ、自分が。大変だとか、ああだとか、ふうだとか言っても仕方ないんで、どういうふうに解釈するかっていうことなんですよ。だから、もう自分次第なんですよね、みんな。だから、なんだろう、整理すると、自分のなんだろう受信側、だからいろんな情報が発信されてくるじゃないですか。で自分が受け取るじゃないですか。自分の受け取り方次第で状況って180度変わるよねって話ですよね。違うのかな？間違ってる？まあ、受け取るというよりは受け取りもしないみたいな。なるほどね。例えばコロナのしましょうか。コロナって騒いだ時って俺受け取ってないもん。なるほど。私には何の関係もありませんみたいな。なんとなくわかるわ。でもさ、人間ですよ。これは僕も経験、何度も経験してます、今でも経験してますけど、なんだろう、コロナで苦しくなったら苦しくなって、やっぱりそれを見たくなっちゃう性質あるんですけど、それどうしたらいいですか？何？例えば、コロナで苦しくなっちゃうと、ついついコロナ関係のニュースを見てしまうとかさ、普通は見ないんですよ。普通は見ないんですけど、その状況に陥ったらついつい見てしまって、でついついそういうのを気にしてしまうっていう、要はでも今のまっちゃんをの話を聞く限りだと、それを要はあえてもう見ないと、見ないようにしてしまう。見ないじゃないし、認識もしてない。認識もしないっていう言い換えじゃないですか。僕もそれは正しいと思ってるんですよ。でも、人間って不安とか出ると、そうついつい見ちゃうじゃないですか。どうするんですか？思うつも。だからもうね、これ何千年も同じことやってるんですよ。あ、人間、まずは不安を、ね、人々を不安にさせるんです。で、不安をにさせた後に救世主が出てくるんですよ。これずっと同じ形なんですよ、昔から。例えばコロナが恐ろしいですよ、大変だ、不安だってなるでしょ。で、救世主は注射なんですよ。この構図はずっと同じです。ちなみにその、じゃあその根元っていうのが不安要素っていうのがあるじゃないですか。不安っていう概念がありますよね。だからその不安っていうのは、まっちゃんっていうで言うと、どうやったらその不安をなくすんですか、まっちゃんは。何の不安かな。だからコロナって言ったら俺認識もしてない。いやいや、まあコロナじゃなくてでも要は生きていく中でだよ。要はそれはあえて今日はコロナというテーマだから、コロナっていう不安を言いましたけど、じゃなくて、それはあくまでも、コロナじゃないですか、じゃなくて全体、生きていく中の全体においての不安ってみんなあると思うんですよ、必ず。
でもその不安をあるけど、それをどうやって打ち勝つっていう言い方はおかしいな。それを受け入れて自分の中でそのうまく循環に回していくかっていうのかな。うん、不安って多分ね、何かを失うの不安なんかな。どうなんやろ不安って。僕はないんだけど、うん、どういう不安があるんでしょうか。なるほどね。まっちゃんは不安っていう要素ってその、うん、なんだろう、今は全くないってことですか。うん、全くないよな。うん、じゃあ質問変えますよ。釣りをやる前とかってどういう不安ありました？ただ要はまっちゃんの人生のターニングポイントって僕釣りだと思ってるわけですから、うん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 、やっぱり釣りで、まあ、価値観が180度360度も変わったというね、という感覚を持ってるんですけど、その釣りをやる前の時って不安ってなかったんですか、その時から。うん、こういう感じですよ。はい、はい、ね、ありましたよね。どこへ向かってやっていくんでしょうかみたいな感じあるとすれば漠然ですよ。だからあったけど、何が不安でもない不安みたいな。はいはいはい。だから要は何かも分かってないけど不安。はいはい。だからそれって多分みんな同じだと思ってる。そうやと思う。あれ、うん、何か分からんけど不安なんですね。それをさ、うん、克服できたのって釣りだと思うんですけど、何がそこで何をやったんですか。釣りとかそうだけじゃなくて、なんて言うんだろうな。何がそれをきっかけで、それが消えました。完全に消えてるとか消えてないとかそうじゃなくて、うん、あんまりこの固執しないわな、何事に対しても。もうそもそもがどういうこと、こだわらないって感じかな。こだわらない、どういうことですか。何に関してもこだわらないって感じ。こだわらない、うんうん、でもものづくりとかいろんなものに関してもそうですけど、うん、こだわることってめっちゃ大事じゃないですか。それは人に何かをしたいとか、人々にこれを使ってほしいとかっていうことに対してのこだわりですよ。あー、なるほどね。で、今まっちゃんって言ってこだわらないっていうこだわりって何なの。自分のことに何にもこだわらないってことですよ。あー、なるほどね。要は自分自身に対する、自分に対することに対するのはこだわるなってことか。なるほどね。こだわらないんじゃしかやりようないんじゃないですか。なるほどね。もう私まだそこまで言ってないですけど、これ多分ずっと言うと私誰か分かりませんみたいな感じになると思うんです。でもすごくわかる。なんか今の問いで分かりましたわ。やっぱりまっちゃんってあれですよね、やっぱりなんだろう、本当に自分より相手なんですよね。多分みんな自分にこだわりすぎてるんですよ、多分。うん、そうだよね。だから、まっちゃんは常に相手のことを見てるじゃないですか。で、相手も見てるわけでもないけど、まあ、例えばこれ画面にここに愛ちゃんあるけど、うんうん、まあ、愛ちゃんが おるんだなぐらいな感じ。うん、まあまあ、おるんだなって感じですけど、だから、でもなんだろう。だから、じゃあ逆に何か話しても、ええとか悪いとか、この人がフーとかハーとかも吹き上がらないみたいな、ただおるだけですからみたいな。いや、でもまっちゃんおもろいですよ、皆さん、本当にね。こだわりすぎるんですよ、みんな。みんな、だから、あと、自分のやっぱり、なんだろう、自分をよく見せたがるんだよな、みんなな。いや、まず漠然とした不安というのは自分のことに対してこだわってるってことですよ。はいはいはい、うん、それと他者に対して攻撃するとか不満になるっていうのは、その人はこうでないといけないみたいな常識みたいな感じとか、学校で習ったみたいな習慣みたいなとか。いや、自分のもの、それはなんかわかります。よく終わるもんだみたいな。思うのは自分の物差しで物事を測ってしまう人が多い。そう。それはもう、要はそれは、やっぱり僕も、やっぱりおかげさまでいろんな人と話してますけど、やっぱり、なんだろう、すごいゲスな話しますよ。すごいゲスな話してなんですけど、ある程度実績残ってる人と残ってない人の人に人間の付き合い方の比較を聞いてみたことがあるんですよ。いや、どう思うって。やっぱりある程度実績残っている人はもうその人を物差しで測らなって言うんですよ、うん、でも逆にあんまり実績残してない人で言うと、ついついその人の実績の物差し見て、この人はすごく優秀だからって言って、その人の
ことを行くとか、この人は優秀じゃないからやるっていう、その違いが圧倒的に差が出るんですよ。あれね、うん、箱庭議論って言うんですよ。ああ、はい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 。自分のちっちゃい箱庭の中でね、いいとか悪いとかやってるみたいな。まあまあ、でもそれで、ね、僕もそれを昔はやってた人間だから、すごく分かるんですよ、やっぱり。やっぱりその後者の人間だったから余計すごく思っていて、でもそれが逆に最近やっぱり経営者になって2年目ですけどなって見え方がすごい変わって、結局その相手をのこのなんだろう、全員平等にしたんですよ、全員同じ目線にしたんですよ、そしたら全然見える世界変わったんですよ、やっぱり。そうすると結果どうなったかっていうと、環境が良くなってくるんですよ、どん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 。びっくりだなと思いますね、やっぱりね、本当に。でまた話のネタが増えるじゃないですか。そうすると結果どうなるかっていうと、こうまっちゃんとこう会話するときに、あ、分かる分かる、だからこうだよね、ああだよねっていう話はできるようになりましたね、本当に。だからまあ簡単なことですよ、解釈っていうか自分のその、うん、あのちょっとコンピューター OS っていうか、入れ替えるみたいな。はいはいはい、うん。っていう感じですよ。はい、で、うん、あの、もう本当自分の思うがままに正直になるっていうことやと思うな。あ、え、じゃあ、まちゃん、今日はあのコロナの話から持ってくるんですけど、そろそろまとめというか、結論的に。まとまれへんやん、これ。まとめられないんですけど、まとめられないんですけど、まあ、3つぐらいにちょっとまとめてほしいなみたいな。よくあるじゃないですか、セミナーの講座でも3つぐらいにまとめましょうっていうのがあるとは思うんですけど、なんか3つぐらいにまとめてもらえません？うん、まあ、それはもう当然、コロナに限らず、戦争に限らず、インフレに限らず、はい、まあ、この来年、2023年と2024年は、ちょっともっと、はい。さらにこうなんていうかな、はい、あれやーっていうことが起きてくると思うんですけど、あれやーですか、まあ、もうそれがだからどうしたぐらいの感覚で思った方が、はいはい、それがどうしたと、そんなものは自分の身には関係ないというぐらい、ただね、こういう時ね、これだけ一つ言えるのはね、やっぱり結構困る人っていうか、孤独になる人とか、心の中でさっき言った不安なんかね、なる人ってもっと増えてくると思うんですよ、うん、でね、これ大事なのはね、やっぱそういう人たちをこう、本当明るく照らすとか、救っていくって言い方おかしいけど、照らすっていうかな、うん。うん。導いていくとか、少しでも。っていうような考え方まで持ってないといかんのかなとは思うな。これもまあ自分だけじゃなくて、全く知らない人でもね、うん、気心が合えば一緒にやっていこうっていうような、またそういう局面が来ると思うんですよ、うん、でそういう人たちがこうまた手を組めばもっといいものがいろいろできる、うん、これは商売とかそうじゃなくてね、生き方とか、うんうん、そういうことだと思う今回は、うん、だから今まで交わることとか出会うことがなかった人と、ここから2年3年はそういうことが始まっていくと思う、みんな、うん、まあネットのね、ネットっていう、まあネットに限らずリアルでもね、うん、やっぱり、うんうん、今までこう交わんかった業界の人とか、うん、うん、個人とかね、そういう人たちとこれからもっともっと出会う機会が増えてくると思うんですよね。あ、そうならざるを得ないですよ、もう垣根が取っ払われるんで、その時にこう ね、みんなを照らしていけるっていうかな、そういう人じゃないとこれからちょっとしんどいかなっていう。あ、いやいやいや、でもそれだけでも十分だと思います、今日としたら。 まさかコロナがここまで話が拡大するとは思いませんでしたけど、ちょっと変な話になったけどね。まあまあまあ、でもこれがでも本質じゃないですか、結局は。うん、すべてのね。多分、結局は原理原則はここじゃないですか。で、うん、ここからテクニック論に入っていくんですけど、みんなテクニック論を先にやっちゃうからおかしくなるんですよ。そう、小手、それだからさっき言ったの、小手先ですよ。そう、小手先をどんなに頑張ったとしても、それは小手先なんですよ。うん、そこで先ないよ。そういうことですか。だから本当原理原則を学んでない人が世の中本当多いなってのは僕も遺憾なんですよ。すっげえ腹立ってたんですよ。何なのかなって、うん、いやお前もうちょっと根元見ようぜっていうのは思ってますね、やっぱり。まあ今日ちょっと長なるけどね、なんでじゃあ、うん、そこへ行かないかっていうとね、分かってる人もおるんだろうけど、そういう公然っていうか、そういうところで前で話すときには言えないのは抽象的になりすぎるんですよ。まあね、どうしても ね、まあ、ね、お釈迦さんとかそうじゃないですか、
抽象的なんですよ。ものすごい話が。具体的じゃないんですよね。まあまあまあ、理論的じゃないな。でも物事ってね、本質でいけばいくほど抽象度が一気に上がるんですよね。まあ、わけのわからん、ぼやーってした話になるんですよね。だ結局答えは自分でつかめって話なんですよね。もうね。だから、もっと踏み込むとね、あいちゃんね、最終的にはね、言葉にできない内容の方が多いんですよ。逆を言うと。本質ってなると。言葉で表現できませんって最後なんだけど、これ。もっと言うことを言えるとな。だから、しょ。まあ、言葉で表現できたら戦争なんて起こらないと思いますよ。正直、そういうことです。僕は本当そう思います。言葉でちゃんと相手に伝えることがきちっとできるんだったら、戦争なんて100%起こらないと思う。まあ、あれ、戦争って昔から、僕、ちょっと長なるけど、もうちょっとやけど、あれ、結局、誰かがやれしてるだけの話なんだよ。まあ、そうなんですけど、結局はね、結局は最終的には、こっちとこっち作って、こっち煽って、金出して、戦争やらして、戦争で武器でも置けるっていうことやってるんですけど、ただね、まあ、それはこっちのけといたとしても、戦争じゃなくても、人々の争いってあるでしょ。まあ人間同士のね。あるでしょ。で、あれってね、やっぱりね、なんていうのかな、価値観とか、私と違うっていうことなんですよ。人種もそうですけど、宗教もそうですけど、この人は私と違うっていうことで対立が起きるわけですよ。その話は面白いんで、来年しましょあ、そうか。う。来年に、来年は、来年の一発目は、この人々の争いというところに関してはすごくテーマとしてはいいので、それにしましょう。じゃあ、ありがとうございました。またよろしくお願いします。じゃあ。わけのわからん話言ってるおっさんや、もうってみんな思ってる。そのライブやりたいな。ライブ、ライブやりましょう。